の妖怪のコーナーイエーイシンクロ2回目待望の2回目待望の好評につきもうりきれなかったねねえキジムナがあんなに深いとは俺は思ってもいなかったちょっと最後グダグダなってたけどねもうやる喋ることがなくなってた情報量が足りないちゃんと調べないとねそうそうそうまあでもちょっと中途半端に長くなっちゃったんでまあそうですね もう2回目ですいいねあ皆さんが知らないような妖怪を沖縄の妖怪ねもう夏だからねもうみんな興味津々じゃないですか妖怪うんそういうの好きだからね日本人とか沖縄の人はね沖縄の人は好きなのから知らないから好きじゃないのからねそうそうそうだから今回はご紹介していこうということで僕も初見なんでまだあそうですねかっい楽しみですねももう以外に いますかはい、紹介しましょう。まずはこの方。はい、この方。ゲストみたいに言うね。まずはこの方。片足ピンザ。片足ピンザ。という妖怪がいるらしいです。片足なんだ。沖縄の片足、片パグとも言われるみたいですね。片パグ。片足ピンザは宮古島に伝わる妖怪です。宮古島ね、遠いとこからはるばる。ありがとうございます。 うん、現地での発音により近い表記にするとカタパグカタパグカタパギカタパギとなるそうです全然わかんないね、うん、その名の通り片足のピンザ、うん、ピンザって何ヤマヤギヤギなんだヤマヤギ、うん、片足のヤマヤギということですね片足のヤギってことかそう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 の姿をした妖怪で、うん、ガングルユマタうん という十字路に出没すると言われています。<laughs> 限定なんだ。限定。そこ以外には出ません。<laughs> じゃあ安心だ。逆にそこに行けば出るんだ。あえ、ガングル山田ってどこにあんの？あ、だから宮古島じゃない。宮古,に宮古島じゃない。<laughs> あ、じゃあ宮古島の人がこれ聞いてたら、<laughs> あー、はいあいあ、はい。あ、来ないみたいな。あいガングルガングル。いるいる。<あ>いるいる 片片足ピンザねねヤギだろってでも多分ね都だからねその辺ヤギ歩いてると思うよそれ片足なくしたヤギじゃないいやいや読んでいきましょうかはいはいはいという十字路に出没すると言われています片足ピンザに頭上を飛び越えられると魂を抜かれて死んでしまうまぶやがそうまぶい落としされるまた呪われると言われており 飛び越えられる瞬間に、山ヤギの足をつかめば、難を逃れることができる。と怖いよ。<laughs> あの、普通のヤギをさ、の足をつかむのも怖いのにさ。はい、妖怪って分かっててつかめないじゃん。俺は動けないと思うね。目の前に来られて。逆に、あの、逆に、ビビって倒れて、飛びやすくなると思う。飛び越えやすく。ああ、なるほどね。でも、飛び越えられたら、ダメなんですよ。 死んでしまうわけですからああそう、ね、魂を呪われたり死んでしまうことがあるんですから、うん、片足でも飛べるってことですねその片足をだからつかまないといけないんですよ頭上でパシッと <laughs> 練習しとかないと宮城さんやっとこう何でやる <laughs> あ,れあれ蛍光灯でやろうか <laughs> じゃあ僕が飛び越えるんでその足をお前そんなジャンプ力ねえだろ <laughs> 山柳ほどはね山柳ほどはないですよ <laughs>、えー、で出,出現場所のガングル湯タという名の由来は、うん 微小ながら片足ピンザがガングリガングリと追いかけてくることからついたなどと言われてます。何ガングリガングリって？効果音？と追いかけてくるガングリガングリガングリってことでしょあだから歪めの音じゃない？ああガングリガングリカッカッじゃないんだ。ガングリ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 怖い怖いよ。あじゃ先が片足ピンザなんだ。それが出るとこが ングマタとああっていう地名はないんだねそうそうそう名称というかをつけられたらしいですああなるほどねちょっと怖いな食用のヤマヤギが足を切られた状態で脱走した末に化け物となったあるいは飛び跳ねて遊んでいたヤマヤギが足を追って化け物となったどっちにしも化け物だったんだ起源が語られると思いますあ っていう感じでね、うん、3本というああ、えっと、うん、え元来 4, 本4足歩行の動物が片足となっていることについては、うん、残った足は1本だけとするもの、うん、また3本とするもの、うん、両方の解釈があるようです片足ピンザはいつ頃から伝わったのかはまだよく分かっていませんが、うん、昭和以降も人々の話題に上がる機会は多く<ー>子供たちから恐れられているようです あえー、あじゃあその頃の子供たちというか大人結構知ったんだね片足ピンザのことをそうだね、うん、だ脱走した山やぎの怨念か、うん、怨念あるいは飛び跳ねて転んでいて転飛び跳ねて遊んでいた山ヤギが足を追って、うん、<laughs> バケモルバカってことでしょ <laughs> バ<カ> <laughs> いやーこれはちょっと飛び火だね <laughs> でも普通にそれ生きてるヤギなんじゃないの <laughs> いやいやでも そんなことに恐れられて三本足の可能性もあるわけだからさまあまあまあ本足で飛び越えてくるならバケボンって思うけど一本足っていうか残った一本ああ残ったから本足でしょうもんうんらしいっすねまあヤギはね切っても切れないですからね沖縄とはそうね、うん、そう怖いっすね,うまっすねこういうヤギがでもそこに行かなきゃいければ大丈夫みたいなああそうねヤンヤンヤンガングルマタギ、うん、ガングリユマタ ガガガガンンンンググググリリリリーーーたあでもガングリでもいいみたいああいいガングルかガングリどっちかねらしいっすよちょっとねこれで沖縄に観光に行こうと思ってる人は気をつけてもらって宮古ね宮古のガングリー山田に知らず知らずにね飛び越えられちゃうとあれだから絶対に片足を掴んでください何がこの国それはそうです 結局だって死んじゃうわけだ。から何っても。結局死ぬから死に物狂いでやれってことだね。あ、そうそうそう。藁をも掴む思いで。ちょっと足を掴んでください。藁より難しいよ。はいはいはい。そういう妖怪ですね。はい。勉強になったな。はい、次行きましょう。どんどん言いますよ。次。豚化け美女。どっち。豚化け美女。豚に化けた美女ってこと。どっちかな。豚に化けたら美女じゃないんじゃない。 どうすか、ねうん、でも昔あのアメリカの映画で「ペネロピ」っていう映画があって美女ですよ、うん、あのー、あれです、うん、アダムスファミリーの女の子役があってあ,あの子がちょっと大人になってまだ活躍<ー>されてるんですよその子が出てた映画なんですけどあのー、先祖のなんか呪いかなんかで鼻が豚になるっていう呪いで<う>その状態で生きてる女の子の話があったおうおうそれじゃない でもそれ美女じゃない美女美女美女あこれはねじゃあ説明読んでいきましょうか沖縄では豚が人間に化けて現れるという伝承があり中城郡与那城町現漆市与那城の民話集与那城の民話おじいさんおばあさん語った というので紹介されてるそうですね。はい。昔鏡近辺の村で若い男女が集まってもう遊び。ああ昔のでね。遊んだの。け遊びっていう遊びがあるんですよ。大人のね。大人のね。あとは想像に。夜間野外にて若い男女が説明するのこれ。若い男女が集まって。最高だな。歌なんか騒いで飲んだりね。 あれがあょ交流会みたいなああいやまあまあそんな感じのことがあったんです昔は風習としてねはいはいはい。を押していたところに綺麗な女が入ってきて一緒に踊るようになりました最高じゃんねその美しさに美しさに心を奪われた男が後をつけてみると女は豚小屋に入っていきました豚が美女に化けていたのですということで 豚化け美女化け豚じゃないこれどっちかというとそうだね豚に化けたわけじゃないからねまた与那城桃原の人が山原で桃原やんばるでトーバルトーバルトーバルの人がやんばるで聞いたという女に化けた豚の話もありますギノザソンンカナ うん、の中本という家では昔から豚を飼っていて<お>その中には8年生きているヤトゥー豚大きい豚ね<お>がいねがました、うん、この豚は家の母親が餅を与えると食べますが、うん、若い別婿の嫁が食べても、うんえー、与えても食べなかったといいます<お>ある日嫁が「どうしてそんなに食わんかねえ」と言いつつも、うん、また 餅を与えようとした時に、豚がブーブーと襲いかかってきました。うん、主人にこのことを告げると、豚は山の中へ逃げていきました。うん、その後、えー、カンナカンナの馬場、うん、競馬場競馬場のあたりで、若者たちが…昔競馬場あったの沖縄に。競馬場って書いてるね。うん、カンナの馬場って。そっちの方がびっくりした <laughs> 興味あるね。うん えー、も,うもう足火をまたもう足火死ぬ。もう足火をしていると、うん、見知らぬ女がブーブーっと入ってきました。うん、中本の豚が逃げてきた豚の化け物を見たと言って若者たちは逃げ出しその噂は村中に広まりました。以後これはこれを殺さなければならないと言って村の青年が棒を手に毎晩を豚を追ってたと言います。うん、あでも悪さはしないのかなこれ聞いてると。なんかね 人間が悪いいんじゃないの <laughs> そう、<laughs> 最後のはねうん、うん、最初のはよくわかんないけどね、うん、美女に化けた豚がいるらしいですよへえ何で豚なんだろうねさあ、うん、あまりにも食べ過ぎだから、まあ、でもこれ俺作り話のような気がするんだよね <laughs> <laughs> それ言っちゃったらさ <laughs> このコーナー終わっちゃうんだけよなぜかというと、うん これはその昔話に出てくるよくこの何教訓を与えるものがあるわけじゃないですかそれな気がするんだよねじゃあちなみに何のの教訓なのこれ見た目に騙されるなと絶対違うよ <laughs> いやいやいや本当ああそういうことか、うん、綺麗だからってホイホイついてっちゃダメだよっていう<ー>だからもっと内側を見なさいだから俺最近気づいたのが、うん、沖縄にはあの美人という言葉がないんですよ 美なっていています沖縄で綺麗違う沖縄の方言ってな,<ー>なくないですか美人ってあれチュラさんはうんチュラさんとは美しい綺麗であるという意味<お>あらチュラさんで美しいっていう意味なんですよ、うん、もしかしたらじゃあ美人じゃん美人ではないでしょ何でも使えるじゃんそんな <laughs> そうだよでしょだから美人って言葉がないんですよ、うん、美しいって言われてでも「チュラカぎギ」があるんです 白河城っていうのは綺麗な見た目の人綺麗、うん、な見た目の人と心が綺麗な人を分けてたんですよ綺麗、はい、ない人って僕が思いにね、うん、だから心を大事にしなさいっていうのを昔から言われてたところなんじゃないかなと、うん、あだから美人っていう言葉がないじゃないかっていう,う美人ってちょっと中途半端じゃないですか、うん、顔なの心なのどっちなの、うん、みたいなわかんないから心が美人ってありますもんね そう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 。うん、だから俺はもう沖縄のすごいこのいい風習だなとは思うん。見た目には騙されないと。納得した。中身重視、うん。間違ってるとは思うけど。<laughs> なんじゃねえ。納得はしました。自信ってないんじゃないかな。あるのかな。うん、あってもなくてもいいんだけどさ。<laughs> いやそんな感じですよ豚のね皆さんもね気をつけてください美しい人には豚には気をつけてくださいねラブホイって豚に化けるかもしれないですからねとんでもないからねそれ怖いでしょうでもお金払ったからねやっとかないとホラーでしょうホラーいや怖いですだ気をつけてたでも悪さはしないからね悪さはしてるけどね豚なんだから教訓ですよこれは美しい人には気をつけなさいとただそんだけの人に だけでほいほいなほいほいとね心を売り渡しちゃいけないっていう次行きましょう。いこ切り替えて行きますよ次来ました。ゴリラムコどういう意味？何か妖怪沖縄の妖怪でゴリラムコというのがいるしいです。ゴリゴリラはわかるけどムコってのはムコ義のムコムコ義のムコですね。うん。 <laughs> そ,うですね、<laughs> それ妖怪なの妖怪らしいですね、うん、えー、南洋から来た人に聞いた話だと言います、うん、あじゃあ沖縄のじゃないのかなだってそうでしょ沖縄の人さその昔の人なんてあのゴリラを見たことないでしょまずうそうだよね、うん、じゃあ一応ちょっと説明していきましょうか「はいえー、南洋から来た人に聞いた話だと言います」 遭難,遭難して、うん、どこか南方の島に流れ着き、うん、乗っていた者の,のうち一人の女だけが生き残って、うん、陸地の、えー、洞窟で暮らししていました。うん、そこにゴリラがやってきて彼女との間に男の子を設けました。 女はゴリラとの間に生まれた子を抱いて、船が通るたびどうすれば逃げることができるだろうと考えを巡らせていました。うん、ある時、船がえ島に来たので子供を連れて乗り込もうとしたところ、追いかけてきたゴリラが彼女から子を奪い取りました。うん、ゴリラはこのまたぐらを掴んで、うん、ひっさきんどを引き裂くぞと脅して、女はゴリラが喋ったの、うん 妖怪だからあそうそうそううして女を船から降ろそうとしますが、うん、女は船に乗ったまま逃げていきました、うん、ゴリラは怒り、えー、住処へと戻っていきました、うん、ゴリラの息子は言葉もわからないまま食べ物も箸や靴などえ箸や靴、うん、あ禅など、うんえー、持ちず手で えー、全部直接食べて成長してきましたしたしかし時を経て別の島に上陸するとそこで子供、えー、言葉や食事の仕方を学び、うんえー、妻を取って子供が生まれました、うん、やがて彼は自分が生まれた場所を再び訪れましたそのガマの洞窟の中では父であるゴリラが死んでいました、うん、母,母親の行方は分からないままでしたが父の骨は埋葬されていたということです、うん で向こうは何なのこれゴリラの話だね多分<ご> <laughs> た,ただのゴリラの話なぜ妖怪なんだこれ <laughs> <laughs> まあまあその当時はさ、あのー、動物園とかないからさゴリラとか見たらもう化け物としか思わないわけじゃんまあねそれをだから妖怪としてってことじゃないの 肉親である野獣が故郷にも取り残され、うんうん、そこで、えー、骸骨や白骨になっているという結末は沖縄に伝わる熊、うんえー、女房あるらしいですの話とも共通しています。<laughs> ますゴリラムコっていうのがあって熊女房って <laughs> 姉さん女房みたいなのがあるんだ。あるみたいですね。熊、うん、とかも見たことないはずだけどな沖縄は。 確かにね、うん、ゴリラ、向こう。ま、百歩譲ってさ、熊はわかるよ <laughs>、うん。昔話らしいですね、これは。昔話でゴリラとか知らないでしょ。確かにね、妖怪じゃないですね、もはや。うん、次行きましょう。次、布団の貝という布団ね、うん、の妖怪の貝。ああ、びっくりした。 そういういいいのがいるらしいです、ね、布団を愛する人の会かなと思った、えー、これは、えー、太平洋戦争が続けていいで <laughs> これは太平洋戦争が終結した、えー、物資不足の時代沖縄県宮古、えー、郡また宮古だ城坂町での出来事と言います、うん、ある村に結婚10年目にしてようやくほど男の子に恵まれた夫婦がいました、うん 夫婦は男の子を溺愛しておりある時、えー、村人を集めてこの誕生祝いを盛大に行いました、うん、久々の祝い事とあって村の人々も大勢集まり、うん、酒も入って、えー座,をえー、座は、えー、大にぎわいになりました、うん、子供は宴の最中は裏座に大,大事に寝かされていました、うんえー、盛り上がりが最高潮に達した時突如として裏座から奇妙な叫び声が聞 届きました響きままししたた響 <laughs>、うん、我が子を案じた夫婦が駆けつけると布団がバタバタと上下に揺れぐ動いておりお子供はその上でぐったりとしていました<お>父親は、えー、夢中で布団を剥ぎ取ると「この化け物め化け物だ!」<laughs> と声を上げて庭に放り投げました、うん、庭に放り投げ,投げ出された布団はなおもバタバタと動き続けていました、うん、村,村人たちは布団の化け物を の布団の化け物の様子に驚愕し中に魔物でもいるのだろうと棒を手にして布団を打ち添えました、うん、それでも布団は止まりません、うん、人々は次に釜を持ち出して布団を切り裂きました<う>しかし布団は切りくずにされてもバタバタと土煙を上げて <laughs> 揺れ続けていました、うん、唾を飲んで様子を見ていると、うん、やがて布団の切れ端は力尽きたかように 動きをを止め風に吹かれて宙をいました、うん、切れ端を集めて調べると布団の四隅には人の爪に、えー、髪の毛をぐるぐる巻いたものが縫い込まれていました、うん、これはかわいいわが子のために夫婦は行商人から買い求めた品でしたおそらく元は墓しが掘り出したもので悪霊が乗り移っていたのだろうと考えられました。うん このようなことがあって楽しい。祝いの日も翌日には一転して悲しい葬式になってしまったといいます。もう長すぎてね。<laughs> 全然入ってこなかったね。<laughs> 要は布団がバタバタと動いてて。うん、切り刻んで、うん、中を見ると、うん、爪とか髪が人間の<ー>入っていたとか。じゃんあれだ。あの魔術みたいなもんだね。<え>魔術みたいな。 呪い的なねそう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 かもしれないね爪の爪とか入れるっていうじゃんねあっ江東区でもあったみたいですねそういうのが江東区江東区か江東区にも何だよ江東区って江東区町田市にもあるみたいですこの逸話は布団の階布団の階化け物沖縄だけ全国規模なんだねそうっすねなんかでも今まで聞いたけど パッ,ななパッとしないな。パッとしないですねー絶対ゴリラなんか見たことないだろうし次言いきましょうかえ犬犬犬みたいなやつ <laughs> 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 じゃあもうそれ犬でいいじゃん犬 <laughs> です犬沖縄の妖怪犬です犬沖縄県中城区郡に、えー、伝わる、うん 妖怪？犬を食うてあっちゅん。うん。火が犬が火を加えて歩く妖怪。おお。それただの犬じゃない？犬だよこれ。サービス業の犬でしょ。あでも説明は書いてないですね。犬なんだよ。ただ火を加えた妖怪ですね。おお。うん。まあ犬はね火怖がるしね。あそうっすね。火を加えた犬の妖怪がいるみたいです。犬。 いいねですね。次行こう。<laughs> <laughs> 次は何にしようかな。あ、これいいじゃないですか。うん、ゴリラ女房。なん。<laughs> <laughs> ゴリラ女房がいるんです。さっきも出ただろうよ。<laughs> さっきなんだけど、ゴリラ向こう。 ゴリラ向こうですねさっきのはさっきゴリラ向こうで今度ゴリラ女房ゴリラ女房もいるみたいですよこの二人が結婚すればいいんじゃないの <laughs> 確かにね対決じゃないお似合いですねお似合いどころの話じゃないよ <laughs> どっちもゴリラだからね、はあ、読みましょうか、はあ、いいですよ、ね、まあちょっと食べてみて <laughs> あるところに島々を探検している56人の若者の集まりがありました、うんはい、彼らはある時川沿いに山奥へと、えー、船を進め宝,宝物を求めて、うん、ええー えー、登っていきました、うん 1>, えー、1人が陸に降り立つと突然大きなゴリラが、うん、現,れて現れて彼を捕まえました、うん、肝を潰した仲間たちは、えー、友人のことを忘れて <laughs> 船を出し <laughs> 一目散に逃げ去ってしまいました <laughs> ひどいことするねひどいね取り残された若者は、うん、ゴリラに押さえつけられ噛み殺されないようにに ナスがままの状態、うんゴリの、ゴリラの言いななりととってて山奥へと連れれ行かれました。ゴリラが「キャーッキャーッ」と合図を送ると、うん、仲間のゴリラたちが次々とすがすがる<あ>ました <laughs> どうやら若者を捕まえたゴリラはボスや大将にあたる存在だったようです進化のゴリラたちは、えー、大将の指示に従って木の葉を広場に敷き詰め、うん、男の座る場所を用意しました。うん さらには木の実や果物など食べ物を持ってきては食べさせ男をもてなしている様子、うん、当の男は言うことを聞かなければ殺されると思っているため、うん、怯え切って子供たちあゴリラたちに従っていました、うん、そんな生活が1ヶ月2ヶ月と続いて男は家に帰ることもできないまま1年間ゴリラと共に暮らしてました、うん、最悪だよな、ね <laughs> 月日が経つにつれ動物といえども情がわきいつしか男はゴリラと関係を結びやがて妊娠させてしまいました相当だったんだよそうまあ1年間は長いですな長いねそしてゴリラは彼の子供を出産しましたこうして父親となった若者ですがまた山の中に閉じ込められて生、えーえー、のものを貪さぼる生活を続けていました えー、いつまでここでゴリラたちと <laughs> あ生のものか生のものを食べて生活するわけにはいかない、うん、何としても逃げ切る方法を考えなければ男はそんなことばかり考えてるようになりましたそこで山から少しずつ木を切り出して川辺に運び密かにいかだを作る計画を立てました、うん、ゴリラたちは、えー、男が何をしているか理解できずただいかだ組み立てられていくのを見ていました ようやくいかだを完成しあとは後期を見定めて逃げるだけだとなりましたそしてある日とうとう決心して逃げ出そうとした時に運悪く例の大きなゴリラに見つかってしまいました <laughs> ゴリラは激怒して男に使うと「<laughs> ドゥヤウッチャンナギーヤに、うん、ひんぎてイチュンな自分を置いて一人だけ逃げていくのか」と問いつ、えー、詰め寄りました逃げて息になりやがっってってことね 違違う違う逃げていくか <laughs> 置き去りにされる怒りと、えー、悔しさにとらわれ、うんえー、執念を燃やし我を忘れたゴリラ女房は、うん、抱いていた我が子の両足をつかみ力任せに引き裂いてしまいました<う>これがいわゆる女の真理であるから女は無茶に扱ってならないのだということらしいですね。 ゴリラ女房怖いっすね、うん、怖くないですかゴリラいや怖い <laughs> 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 ゴリラ婿も怖いけど,いけどゴリラのなんで人間をさらってきたんですかねうーん憧れみたいなのあったのかねあ、人間が人間があ、まあま趣味だからねあ、まあまそう、ね、タイプっつうのはやっぱり、はい、いやー怖いっすねゴリラ婿ゴリラ女房と来ましたね えー、俺ら子供が出るんでしょ、最後クマ女房も聞いてみたいところですけどね動物が多いんだなやっぱ昔の妖怪ってのはやっぱ動物じゃないですか、ね、そうね動物をモチーフだもんね次行きましょうか大サバうわ絶対わかるもんそれ <laughs> どんなんだと思いますか大サバおっきいサバでしょ <laughs> 正解 <laughs> <laughs> じゃあ、説明はもういいかな <laughs> <laughs> 嘘、大きいサバが出るんですよこれだって大きいサバただの大きいサバじゃないのそれ違いますよ大きいサバですからね、うん、そんなことはないですよあれネットが異常き来きたっしたとお<う> <laughs> <laughs> 大サバのせいだうわやばい大サバいやっぱこういうことをやってるからねあーなんかねスマホで調べながらあの喋ってたんですけどもスマホが動かなくなりましたね、うん、怖いですね怖いな こういうのをやっぱ読んじゃうんですよね。うん。大サバ。大サバ。<laughs> 王様みたいなね。なんか寿司のネタみたいだね。うん。<laughs> サバ。年に一回だけ取れるみたいなさ。<laughs> いやいやーなるほどね。<幻>大きい。幻のね。幻のサバ。うん、えー、沖縄に伝わる妖怪えー、っとサバとはイラブ島ほか。 南東でうサメのことです。ああ、おお。妖怪ちゃうやん。確かに。いや妖怪妖怪。た怖い。まあ海に行ったら気をつけようということですね。ああ、それはね。沖縄は海が近いからね。そうね。沖縄サメという妖怪がいるみたいです。サメでよかったじゃん。なら。あこれはこ怖い系いましたよ。あいいね。最後にしますか。最後しましょう。はい。言ってなかったよ。 最後に行きますよこうカムロカムロですカムロちょっとかっこいいね名前はカムロね、うん、カムイみたいですよカムイみたいあ沖縄県でいうカッパの類へえー、沖縄にもだからカッパっているんだいたみたいですねカ,カムロまたはカーカロンカーカンロインカムロとも呼ばれます、うん、カムロはおかっぱカー、ね、カワは水 組は海や意インはあだ陰はカムロっていうことね。これ説明ね。イン陰は海を意味するため陰ンカムロと言った合には海にも潜っていると考えられているようです棺の真面目棺じゃなくて棺の缶桶ってことよね はい、えー、薪屋の、うんえー、帽子が、帽子、ある人がね。ある人ね、うん。深夜、えー、臨時臨時のいり、臨時,、うん、臨時隣の字って何臨時臨時。臨時,臨時の、えー、稲見稲から帰ってくると、うんえー、目の前をしる真っ白い山やぎ、山やぎが通り過ぎてきましたまた山やぎ <laughs> <laughs> 山やぎ好きだね、沖縄の人。山やぎだらけだなぁ。<laughs> どこの山ヤギだろうと不審に思って <laughs> そんな思わないだろ <laughs> 追いかけました末かけねえよ彼は稲峰の、えー、浜で、うんえー、ついにこれを捕らえて縛り上げました山ヤギをねはい、うん、山ヤギねそして山ヤギをその場に残して、うんえー、家に帰って、えー、妻に事情を話しました不思議なことに話し終えると同時に彼は発熱し、うん、それが原因で死んでしまいました よく明朝に、うんえー、妻が様子を見に行ったところ、うん、浜には夫が山焼ヤと思って縛った、うん、奇怪な棺の板切れがあったといいます沖縄ではあで話はそれで終わりだ焼ら山ぎだと思ってたら棺のなんか板、うん、だったらしいですだから山焼ヤに化けたみたいな感じなのかね だか幽,幽霊じゃないですかねなんかわかんない、ね、なんでなんで山焼に化けんの <laughs> だから、まあ、シンパシーを感じるんじゃないよ沖縄<ー>の人は昔はねはいはい、うんえー、沖縄では棺などはのあ棺などの生が怪異をなすと考えられ牛馬や、うんえー、山焼の姿をとって現れる、うん 話が伝せいなんだね、羊のあ羊のひつのまた化け物になるのを防ぐために、うん、えーっと羊の古いは焼くべきものとされていましたうん、うん、沖縄ではへーそういうことうんなんで化けててんだろうねなんか羊っていうのがそういう文化がなかったような気がするけどね昔ね,ね 棺桶とかねうんないのか、ね、だって沖縄のお墓って木工場でしょまあそうだねあの遺骨を入れるとこだよねはいはいはいだから棺じゃなかった気がするんだけどね確かにか離島は違うのか離島所幽霊なんですかね<の>だから場所によってはさあれ違うから埋葬の仕方がねはいはいはいだって棺使ってないのに棺の妖怪ってこうちょっと怖いもんな せね。確かに何なんでしょうねこれはでも伝わる妖怪って書いてるからね昔は使ってたのかなってことでしょうね土葬もやってたのかなああそうかもあの仮装土葬風葬風葬もやってるしねやってるやつ調創もあったね、確かに調葬もあるああでもじゃああったかも昔次もねそれに化けた霊うん なんで縛りつけたのかな <laughs> この男は <laughs>。山やぎを食べようと思ったのかなわかんないですね。うん、でも山やぎはなんか恐ろしい対象みたいに思われてるんでしょうね、う沖縄の人から。これなんでかね、うん、山やぎは怖くないけどね。豚の方がよっぽど怖いけどな。まあでもちょっと機械じゃない真っ白だし。ああそうね。目もちょっと怖いよね。うん、でも豚も真っ白だよ。<laughs> 何か。 豚は白豚 <laughs> 黒豚じゃないに沖縄は黒豚は最近でしょい, <laughs> いやー怖いねー怖いのはあんまなかったな、うん、怖くはなかっただからでもねこの山ギっていうのはやっぱだから沖縄と密接なつながりがあったんだろうねまあそうっすね、うん、あ怖い対象だと食用にもなるしうんいやー妖怪ね妖怪。あんまピンとこなかったなあの ゴリラ女房がピークだったな <laughs> ピークって何紹介してるだけだから面白いピークはね <laughs> ゴリラ女房を最後にしてほしかった <laughs> ゴリラ婿とねあの間は切っていいからゴリラ女房を最後にしてちなみにあのちっちゃく下に書いてたんですけどゴリラ婿とゴリラ女房は関係性は見られてないらしい <laughs> <laughs> その話のね、つな <laughs>、うん、がりはまああの証明はされてないです。<laughs> いやいや、出会わせてくなるよ。結婚するよ。<laughs> でもタイプが違うからこれ。あそう、ね、人間がタイプなんだもん。ああすくすくすく。ああ、ズズシイ奴なんだよね。<laughs> 友達かもね、もはやーはー。助け合ったかもしれない。<laughs> そうそう,そう,そうゴリラの分際でさ、ズズシイを人間が好きって。確かにね。<laughs> 差別差別やめて差別 NG 差別 NG 区別ねこれははいはいいやクマ女房もちょっと聞きたいわちょっと聞きたいねでおかしいよねでもクマって沖縄にいなかったはずだからさまあ確かにねだから本土大和に来た時に見たりしるじゃ誰かが聞いてでもハブとかがないのがちょっとああそうねなんかありそうな気もしますけどねハブはもうあれだけで恐ろしい対象だからああ確かに確かにうん なかったんだろうねあと100年ぐらいしたらさマングースが出てくるよいやいやいやもう生み出されないでしょもう生み出されないでしょ縛ったら違ったみたいなねいやもっとありそうだよね妖怪っていうかやっぱこういう話はもっとなんか深い妖怪そうだよねいそいそわけがねちょっと調べてみたいねああそうまだまだいますよやりましょうよこれははいはいまた面白かったというわけで今回はいいねじゃあまたエンディングでお会いしましょうはい 今日も疲れたなそんな時は。 時はやっぱりハブティータイム。ハブのエキスが入ってるから疲れも取れるしいい香りがするからリラックスできるんだよな <laughs> よし明日も頑張ろう毎日の疲れや仕事のリフレッシュに。 需要競争リラックス効果のあるハブティをこの番組は沖縄清涼製薬研究所の提供でお送りいたします。